ワルシャワにて、2002年にエジー・フィソフスキは、ポーランドの詩人、作家、翻訳者。熱心なカトリック教徒であるが、ポーランドのマイノリティ、とりわけユダヤとジプシーの文化に造形が深い。ワルシャワ生まれ。第二次世界大戦中、ドイツの占領下にあったポーランドで、国内軍のメンバーとして、ワルシャワ放棄に参戦する。戦後、ワルシャワ大学で哲学と社会学を学ぶ。 1948年に最初の詩集ブリキの兵士を出版。試作の傍らジプシーの生活する森のキャンプをたびたび訪れ、1948年から50年にかけてジプシーの集団と共に放浪の旅に出る。1953年にこれまで収集した資料と情報をもとにポーランドに住むジプシーの歴史、民族学の研究所、 ポーランドのジップシーを出版。キツオフスキはフェデリコ・ガルシーやロルカの専門家でもあり、ロルカのジップシー歌集の翻訳を手がけている。キツオフスキはユダヤの文化や民間伝承の収集、記録、研究にも大きな業績を残している。特にポーランドのユダヤ系作家ブルーノ・シュルツの研究はキツオフスキのライフワークであり、1967年に出版された。 シュルツの評伝、大いなる異端の領域は各国語に翻訳されている。1977年、ポーランドペンクラブ賞を受賞。2006年5月9日、ワルシャーで死去。資産分子その他、ありがとうございます。